好きな子が同性なんですけど両思いかもしれません。ソウさんは同性についてどう思いますか？だってよ、みんな同性愛か、どう思うってむずいな。なんか大変そうって思う。なんか、まあ、いいんじゃないとか、いい悪いは別にさ、なんか俺が誰々のこと好きなんだけどどう思いますかっていうのとなんか同じだから、まあいいんじゃないとかのあれではないと思うんだけど、なんかめっちゃ大変そうだよね。だってなんか相手もさ、相手もどちらかというと同性いける人じゃないとさ、いけないんでしょ。めっちゃむずくない？超むずくない？ね。めちゃくちゃむずいよね。確かに。それで、好きな子が両思いかもしれんって、めっちゃすごい。ラッキー。だってね、こっちがどんなに好きでもさ、まあ向こうがちょっと無理かもってなっちゃったら、無理って結構ハードだよな。お幸せに頑張ってください。なんかさ、そういうなんかさ、同性愛とかのなんか話でさ、なんか俺の中でなんかその、そういうのもいいと思いますみたいな意見もなんかちょっと違うなって思っちゃうんだよね。なんかわかる、この俺の言いたいことわかる。なんか別にそういう別に種類だからさ、それをあえてなんかいいっていうことがなんかまたなんか変な感じだなって思うわね。なんかむずいよね、そのなんか言い方が。そう、なんかそのちょっとこ、私はそういうのも受け入れられますよ感ね。それってもう極論さ、性別とか関係なく誰かがその一人個人を好きになるってさ、もう全員違うからさ、あんま関係ないよ。ただ大変そうだとは思うけど。あ、なんかそれに連なって、ソウさんは同性と付き合うの大事なタイプなんですかっていう、あれが来てる。同性か。俺は大丈夫じゃないな。俺は大丈夫じゃないかな。まあ、でもちょっと、なんか、中性的な感じの人だったら、なんか、ワンちゃんみたいな。ない。ない。ないよ。まあ人によるっていうのが一番だけどね、その、結局は。よいしょ。おい、とかもう気づいたら2時間やってんの、俺。すごない？